おもちゃの国アリス番外編へようこそ。店主のレイと申します。はい、今回はですね、ちょっとねお願いって言いますか、ちょっと考えてることがありまして、2017年の7月26日、今のところの予定ですけど、この日に、実はシャープ1000ですね、1000回目を迎える、まあ、1000回目っていう言い方も変なんですよね。実際は1日に2本上げたっていう時もあったり、頭の方では結構ね1週間空いてとかいう風にやった時期があったりもしたんですけど、一応シャープ1000ですね、そちらを迎えるのが、一応2017年の7月の26日の予定になってます。途中でね、動画の上げ忘れとかね、なんかあって出せなかったとかいうことさえなければ、その日に、シャープ1000を迎えることになっております。はい、ということで、一応今回そのお願いというのはですね、ちょっとね、この動画が出てる近辺のね、コメント欄の方でですね、質問コーナーをやってくださいと。はい。まあ、ちょうどシャープ1000を迎えるときに、なんかやってほしいことあったら、動画の方でね、コメントお願いしますって言ったやつの回答だと思うんですけど、はい。一応なんか質問コーナーみたいなのをやってくださいっていうふうに依頼がありまして、それをね、結構ね、考えてたことはあったんですよ。やっぱり質問コーナーっていろんな YouTuber さんね、やってるんで、やってみたいなとかね、そういうのはあるんですけど、果たしてそのね、質問の数が果たして、そんなにいっぱい来るのかっていう、そういうね、部分もあって、ずーっとやってなかったんですけど、ちょっとね、やってみたいと思うので、一応今回こちらの動画を出させていただいて、こちらのね、動画のコメント欄、まあ、他のやつでもいいですけど、質問がありましたらちょっとね、そちらの方ちょっとね、コメントでちょっと書いていただければね、質問の数が溜まれば、質問コーナーをやろうかなと。で、一応それ以外にも、シャープ1000、まあ、通常回としてシャープ1000、以外にも、まあ、番外編というかね、特別編みたいなやつもちょろちょろっとね、やろうかなと思っておりますので、それ以外に質問コーナーみたいなやつをちょっとやりたいなと思っているので、ちょっとね、質問の方かはね、質問、リクエストでもいいけど、質問かな？買ってるというか、今までね、紹介してるフィギュアとかね、SH フィギュア2、フィグマ、プラモデル、そういうのはね、どういう風に処理してるんです処理って言い方も変だね、飾ってるんですかとか、どんな感じなんですかみたいなやつをね、書いていただいてるようにしてるんでね、そちらに対しての、回答とかね、そういうのも一緒に合わせてやりたいかなという風に思っております。はい、なので、何でもいいです、何でもいいんで質問、ありましたら、書いていただければと思います。で、ちなみに今ここで映ってるこの2つ、これ特に画面上寂しいんで出してるだけなんですけど、こちらが初代ですね。まあ、カメラテスチャーは初代使ってた、カメラ。これが、DSC-W380 っていうカメラで何本撮ったかな？結構な数撮ってるんですよね。で、その後に新しく導入したのがこちらですね。RX100M3 ってやつですね。はい。これも、まあ、1年使ったんですよね。1年ぐらい使って、で今現在撮ってるこのカメラ。このカメラが、EOS の 8000D ってやつですね。EOS 8000D に、15-85mm の、高いレンズをつけて撮影してるんですよね。で、さらに、ライトも2個つけてるんで、で、こちらの方にね、こちらのって見えてないですけどね、マイクをつけてね、今撮影しておりますけど、このカメラの環境が最高に私にとってはね、非常に使いやすい。ということで、一応歴代のカメラはお見せしてるんですけど、このデジカメから高級コンデジに行って一眼っていう風に変わってってるって、そういうね、歴史もあるっちゃあるんでね、シャープ1000の時に、まあ、変な話、おすすめのカメラって、まあ、これからね、YouTuber っていうかね、YouTube で動画出したいよっていう人にとって、どんなカメラを使ってるんですかみたいな質問でもいいと思います。まあ、今言っちゃったけどね、はい。もうちょっと細かいセッティングっていうかね、例えば今、ここの環境、今このレンズの位置からこの奥でだいたい何センチだからこういうレンズ使ってますよとかね、あとこんなライト使ってますよとか、そういうのでも、お答えしたいなとは思ってたりもするんでね、なんかね、そういう質問あったら、書いていただければと思っております。はい、それ以外にね、結構ねやりたいなって思ってることはね、やっぱりあるんですね。ここ近辺だったら、まあ、コラボ動画ってのもね、ちょっとね1本ぐらいやったんで、他の方
とかね、いろんな人とちょっとねコラボ動画みたいなのもちょっとやってみたいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ相手方の日程と住んでる場所、私の日程で、私の住んでるのが北海道なんでね、まあそうそういないと思うんで、まあちょっとそういうねコラボみたいなのとかねやってみたいなっていうのと、あとは可能性がねかなり低いんですけど、企業コラボみたいなね、まあどこどこのメーカーさんから提供いただいて、仮にねこういうの提供いただいてこれを紹介しますみたいな、そういうのも、夢としてはあるんでね、ちょっとやってみたいなっては思ってるんですけど、まあ無理でしょうねと。はい、一応そんなね軽くポロッと言ってみた感じなんですけど、一応メインとしては実は質問コーナーみたいなのをちょっとやってみたいなと思っておりますので、この動画または他のね、いろんな動画いっぱいあります。今のところで970本ぐらい出てるんでね、まあもっとか、シャープだけで言うと、シャープだけで言うと970ぐらい出てます。それ以外にも番外編とか特別編とかね、何週 何百回というかね、シャープ何本記念とかね、いっぱい動画出してるんでね、どの動画でもいいです。私の方ではね一応コメントが入ったやつを順次見ていけるんでね、どの動画でもいいんで一応質問を書いていただければお答えしたいなと思っているコーナーをやりたいと思ってます、シャープ1000の時に。ただ質問の数があまりにも少ないようだったらちょっと、できないんで、それはあのシャープ1000の番外編のなんか1コーナー的にポンとね、まあ、挟み込むみたいな感じでやりたいと思っていたりもしますので、まあどしどしで、コメントの方い、まあ、書いていただければなというふうに思っております。はい、まあ、一応こんな感じの、なんていうんですかね、こんなことやりたいんだけどご協力お願いしますっていう、はい、動画となっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで一応今回はこんな感じで終了したいと思います。では、また何かの番外編でお会いしましょう。バーイ。